つもご視聴ありがとうございます。ゆっくりこすずです。そのね、言うことゆっくりまみぞうじゃ。今回は2021年度成城大学の高校別合格者数を発表していきますよ。一般入試の合格者数じゃよ。では読み上げるよ。第29位小金井高校、県立柏高校、日野台高校、山脇学園高校、西洋高校、希望が丘高校、第24位浦和第一女子高校、不動丘高校、川越東高校、東葛飾高校、品川女子学院高等部、第16位大宮開成高校、薬園大高校、北園高校、城東高校、大妻高校、多摩高校、県立相模原高校、専属学園高校、第15位八王子東高校、第12位町田高校、南平高校、小田原高校、第11位柏南高校、第9位わらび高校、海地高校、第7位幕張総合高校、山手学院高校、第5位稲毛高校、国学院高校、第4位厚木高校、第2位駒場高校、豊玉高校、第1位桐蔭学園高校。ここまでが成城大学の合格上位校になります。ではでは、またのご視聴、お待ちしております。